アントニオ・パレーラスは、ブラジルの画家である、リオデジャネイロ州のニテロイの金細工師の息子に生まれた。1882年に、リオデジャネイロの帝国美術学校に入学した。1884年に、美術アカデミーのドイツ出身の教授、ゲオルク・グリムが、アカデミーの教授たちと対立して辞職して、ニテロイにスタジオを開いたとき、グリムに従った。 1888年にヨーロッパに渡り、イタリアの美術学校でフィリッポ・カルカーノに学んだ。1890年にブラジルに帰国し、リオデジャネイロで開かれた展覧会に参加し、同じ年に国立美術学校に改組、改名された美術アカデミーの風景画の教授に任命された。ゲオルク・グリムの教育方法を踏襲し、野外での写生による教育を行った。 1906年から1919 19年の間はパリにもスタジオを開きサロンドパリにも出展したブラジルで最も人気のある画家の一人となり政府などから依頼を受けてブラジルの歴史をテーマにした歴史画も描いたまた女性のヌードも得意なテーマだった1938年にニテーロで死去した1943年にニテーロの屋敷は アントニオ・パレーラス美術館となり、作品やアトリエが保存されている。ありがとうございます。